ヘイヨーケンツムッシュで、今日もなんかやってくるんですけども、皆さん、これ見た？ネクロマンサーが、イラストめっちゃかっこよくなってて、なんか、垢抜けどころの騒ぎじゃないよね。で、上のやつ見て、このサムネ。サムネにしてあると思うんだけど、もうかっこよすぎて、ネクロマンサーがね、ちょっとイラスト変わった記念にやっていくんですけども、それだけじゃなくて、なんか、ね、まあ、せっかくなんで皆さんに、ネクロマンサーのイラストだけだとね、ちょっと今回の企画弱いんで、見せるんですけど、ネクロマンサーがおるアリーナにですね、新カードらしきもの、これ、ウルトラレアの擬音化の近日中ってやつが来てて、おや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 っていう感じで、ね、ブライ旅始まってくんですけど、まあ、新カードもワンチャン来るんじゃねみたいな。で、俺はマジでまだ何も知らんすね。はい。ということでやっていこうと思います。まあ、いずれもね、ツイッターでね、視聴者の方から、情報いただき申したといったところでね、このネクロマンサーのイラスト情報修正記念で、やっていこうと思います。まあ、直近で言えばバルキリーの、まあ、イラストがね、ちょっと変わったのかなといったところだったんですけども、やっていこうと思います。相手は、水柱富岡義勇さんですね。はい、よろしくお願いしますといったところで、まあ、まずインドゥーラを出してあげつつの、これはスケキンで、処理と見せかけたスケブです。これ深めのスケブですね。はい。いや、ファイボだな、これ。ファイボで手前ノックバックで、インドレに焼かせます、これ。10。はい、これですね。これ大事です。さあ、ネクロがもう新カードにしか見えんわ、これ。これさ、待てよ。なんだ、これ。まあまあ、ネクロ墓石で、キースピってことはこれもスパーキーですわな。ええ。これはもう、行っちゃいましょう。行け。うわー、ちょっと待って。はいはいはい。スキルスキル。うわー、これやばい。やばい。飛んじゃう飛んじゃう。あ、やばい。待って、みんなマジでやばい。あー、これ、やべえな。待てよ。まだ入れる保険は、相手が、まあ、あれがあるのよね。うん。ザップもあるから、これで、ヒースピー打たれるけど、いや、いい、スケラ防衛ね。うん。ここで、ゴブジェ来たら、まあ、インドラで、おっと、相手のザップがここに行きましたね。フェアプレイ。フェアプレイヤナメを裁くかどうか、迷ったんですけども、ちょっと、勝ちたいんで、今日はフェアプレイなしで、お願いします。といったところで、まあ、スケブ出しましょうか。スケブ出しつつ、まあ、ネクロかな出しといて、ちょっと高めに展開していったのは、特に理由はありません。はい。まあ、これで、まあ、ファイボと、矢の飴で、しっかり処理していく、まず。はい。で、こう。スケキン出して、いやー、これ、マジか。突破、うわ、待って、これさ、スパーキーの M、良すぎじゃね？あー、これ、温まっちゃうやつ来たね。これはもう、分からせるしかねえな、これで。よいしょ。これで、もうぐちゃぐちゃにするしかないです。よいしょ。これでスケキンのスキルも使ってあげて、頑張ってスケが相倒して。もうね、攻めたらね、勝ちなんですよ、これ。攻めたら勝ちのゲームでした。多分これで勝ちだな。単純だったこれ。このゲーム単純でした、皆さん。ご報告。このゲーム単純でした。よし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 。ああ、もう、もう深いこと考えない方が勝てるわ、これ。このゲーム。やっぱもう、スケが出してスケキン出しとけば、もう、大体のことは、もう、押せる。ゴリ押し柱。うん、本当に物量でなんとかなるから。まあ、富岡義勇さんだったときは、まあ、物量で押していきましょうか。さあ、続いて2試合目いきましょう。よろしく。まあ、皆さんご存知のときね、まあ、ネクロマンサーのイラストが変わっただけで、動画1本なんてできるわけないんですよ。はい、できるわけないんですけども、
頑張ってね。とりあえずネクロのイラストでも、イラスト変更ってそれ結構好きよ。なんか、良くない？ためになる情報がいっぱいあるって感じがする。これ、もうスケギンまでいきます。ザップ打たれても美味しいし、これも美味しいな。はい、これスケギンのスキル使って、やなめで、よいしょと。墓石出して、待って、ホグに、あれ、うわ、最悪だ、マジで。いや、これさ、やっとること相手詐欺だと思っていて、俺は。その、絶対ホグのデッキじゃないやん。ちょっと待ってくんない？え？俺が悪い、これ、今の。いや、どう考えても、この墓石は、右側置きが、正解だと思うんすよ。なぜなら、インドラ、いや、プリンス、エレキ、インドラ、だよ。プリンス、エレキ、インドラってきたらもうメガナイトなんよ。だから、インドラの前に、怖いな、インドラの前にメガナイト出してくるところを読んでの、ほらな、みんな。いや、でも、ホグが入っとるとは思わんのよね。ということで、まあ、言い訳はこんくらいにしといてやりますか。いや、ホグは読めんかったわ。だから、このメガナイト読みでやったんだけど、ホグ入ってたから、俺が悪いわ。今回のは、今回の俺が悪いことにしていただきます。よいしょ。ザップとか持ってんのかな？持ってねえか。え、これ俺が悪いな、普通に。いや、マジか。いや、これ、まずいな。ファイボ使って、よいしょ。ミスは？ミスは償うぞ、俺が。いや、こっから勝つから。マジで余裕。普通にふざけただけです、今まで。いや、普通にさ、いや、相手のデッキ許せねえ、マジで。いや、でもね、みんな単純。このゲーム単純だから、本当に大丈夫。マジで心配すること何一つない。勝ちました。さよなら、皆さん。勝ちです、これ。はい。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、スキル打つ振りだけしといて。よいしょ。やばそうだね。頼む。許して。許してくんね。マジで、これは終わりです。普通に終わりです。じゃあ、待って。いや、普通にここまでは余興です。これ余興。こっからガチ集中する。いや、マジさっきのな、インドラちょっと強すぎますよね。普通に。インドラ使ってる人ちょっとせこいと思ってて。あれ、俺、いつからさ、こんなマジネタ系になったっけってくらい、今んとこ、ひどいっすね。待てよ。落ち着いてこう。落ち着きの、ファイボ。落ち着きのファイボぶっ飛ばしといて、一回こっから、いや、本当にガチで集中したらどうなるんかっていう、企画に変えます、今。今変わりました。久しぶりに、なんか最近ね、動画で、いや、ケンツマジで PS 落ちてて悲しいみたいな言うんですけど、PS って、常に出すもんじゃないと俺は思ってんのよ。PS っていうのは、出すべき時に出るもの。それが PS です。はい。向きはね、無駄に出してますね。まだ、若いんで、あいつまだ若いんで PS の出し方を知りません。そう。最近のやっぱ若いやつはすぐ PS 出せばいいと勘違いしとるだな。よくないわ、ほんまに。はい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 。あ、もう出てきたね、俺の PS が。はいはいはい。いやー、もうこんなにわかりやすく出ますっていう。いやー、ネットショッピングでもこんなわかりやすく出ないですからね。はい。いやー、まあ、こんな感じで、まあ出力をオンにすると、まあ、いけるんですけど、なんかこうね、まあ、さらっと勝ちすぎても、あんま良くないんでね、行きましょうか。さあ、まあ、墓石出しといて、この手札どうする？この上なく贅沢だけど、まあ、とりあえず、墓石のかさ増しだけしといて、墓石かさ増ししときつつ、まあ、ネクロマンサー出して、そうだなスケキン。いや、これファイボだな、先に。いや、先にファイボか？先にファイボ説ある。さあ、先にファイボですかね。さあ、ちょっとね、今、ピーポー言ってたんですけど、皆さん、
お察しの通りだと思うんですけど、今僕車の中にいまして、はい、あの今日ね嫁ちゃんと出かけてたんですけど、あの動画撮ろうって思って、ただ結構遅くなっちゃって、今車の中で、あの俺助手席で動画撮ってて、はい、そうで内緒にしとこうかなと思ったんですけど、別に言うほどでもないんで、そしたら救急車通っちゃって、はい、なんであのあれなんですよね横にいるんですよね、はい、そう何がとは言わないんですけど、なんでちょっと汗かきプレイが実は多かったっていう話します。 PS は出すものみたいな、なんかほざいてたやつも、そのそうなんですよね、はい、ということでグッドゲームです、はい。あ、相手が脇へスキャル打ってきましたね。まあラストぐらいで許しましょうか、これラスト行って、許しちゃいましょう。そうだから今日ね、あの車の中のスピーカーだからめっちゃドゥンドゥンしてる、そうめっちゃドゥンドゥン味があると思うんですけど、まあそんなこと置いといてグラグラに集中していきましょう。さてスケブです。これはザップなんてありません。相手ザップは絶対にないです、絶対にない。町だな、これ町。ディガーコウモリスケってことはデガポイ、男のデガポイ。うわーこれネクロ怪しいな、これタゲ取って、マジで終わっとるまあまあまあ、とはいえ、いやでもさ、ディガポイってさ、いやこれはマジでもう許しませんから、これファイバーで飛びますね相手。スキル使って、使ったかな今、まあ、ディガーコウモリは矢の雨だけで処理すれば OK なんで OK、 おいしょ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 、はい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  OK で、迫撃を墓石で無限にタゲ通るよっていうやつをやります。来い、来ました、無限にタゲ取ります。これでマジの無限です、はいはいはい。みんなねこうやって早期退場していきます。うん、いいね、絶景ですわこれ。逆サイにインドラスケラで GG っぽくないですか。さてはなんですけど、あーなるほどね、矢の雨あれか、あれ、あー雪玉系女子ね、はい。いや待ってこれ痛え、あ痛えわこれ、あれだダメだ、ポイズン持ちはダメです、ポイズン持ちはダメだかもしれない。いやでもまだスケブで耐えれるな、頼むコウモリ。うわ全員向いてるわこっち。いやこれ相性バカ悪くない、ちなみと。いやこのご時世でネクロ使ってるやついねえわ多分、やっぱ俺文句ばっか言ってんな。さてスケギンなしで、いやこれだってバルキリーでさ止められるし勝てんな、これさてはファイブ打つけど、いやこれ無理だなこれ。いやまだいけるか、いやー結構ずるいことしてくんないで、雪玉でしょ、いや勝てんわこれ、うんこれは勝てんわ、はい。ということでそうですね、うん、まあネクロマンサーのイラストが変わったんですけど、まあ、そんなにネクロは強くないよねっていう、はい、言ったところですよ。本当にもうそれだけの、はい、悲しき動画になりましたということで、ネクロマンサーね、皆さん使ってみてほしいなと。他にあるネクロ入りのデッキ、まあはい楽しんでもらえたでしょうか。ちょっとマジこのホグだけは許せません。今日この人のことだけ思って寝ます。ということでお疲れ様でした。バイバイ、またねー。